2年半の間はこう HKT のみんなと活動はできないんですけど、こうずっと HKT の時からずっと応援してくださってる皆さんがこれからも応援していただけるように精一杯頑張って絶対に成長して帰っていきたいなと思ってます。なのでこれからもなこと咲ちゃんの応援と HKT の応援をよろしくお願いします。そうですねありすぎるから少し離れるってだけでもやっぱり寂しさはあるんですけど、今新しい土地で少し活動してみて HKT で学んだことを本当に役に立ってるなと思って、 HKT で7年間やってきたことは無駄じゃないんだなって思ったので、きっとこれから少し離れる2年半も絶対無駄にならないと思うので、お互いにとって切磋琢磨し合って遠くにいても仲間だからずっと応援してください。T シャツです。そうなんです、2人だけここアイスワンになってる。あこういうのがあると実感湧きますね。なんかさっき2人が思いを喋ったばっかりなのに終わっちゃいます。アンコールゲッパーの滑り板のアイスワンいや外したね。誰かいるか、マネージャー。急に喋ってた。かわいい。もう。お尻燃えたくないもんね。でも終わってほしくないですけどね。でもまあちゃんピンチはチャンスという言葉があるように、2人がいなくても2人が安心できるように、ファンの人も安心できるように、今日また新たな HKT48 のスタートにできるように残りのアンコールも頑張りたいと思います。できます。Thank you.
が何回も何回も怒られて練習してる姿見てたんで、なんかコンサートに出たらあっという間だからかわいそうでもありますよね一瞬だから。そのためにね、一生懸命今回練習したんで、みんなでまた一つ団結しましたね。タイトル通り早いですよ、あっという間。しかもあと残り3曲ぐらいでさくらとなこと一緒にステージ立てないんだって思ったら寂しくなってきましたね。実感あります。なんか今日初めて実感しました。でもなんかすごい2人が活動してる様子をなんかいろいろ動画サイトとかで見てたので、それに刺激ももらいつつ、でも実感は湧かなくて、でもさっきの最高歌謡の前の MC でなんかようやく実感しました。なんか寂しいです。もう最高歌謡で初めてこんなに泣きました。私めっちゃ泣いたの。泣いてましたね。悲しくて。またね、近いうちに会えたらいいなと思います。いなくなる実感が全然湧かないね。だからなんか泣けないです全然。なんて言うんですか、泣けないっていうか涙が出てこない。でも全然また明日も会いそうだから、なんかでも明日になったらなんか終わったら実感しそう。コンサートの終盤でいよいよラストなんですが、ここで報告があります。私、指原莉乃は HKT48 卒業します。急になってしまって本当に申し訳ないんですけど、でももう何年も前からずっと決めていて、でもみんなが本当に大好きで、それにずっと甘えて私もなかなか卒業発表ができなくて、いつも今日かもしれないと思ってコンサートを進めてきました。でもこのコンサートがスタッフから教えられた時に今日言いたいって思ったので、私の最後のわがままだと思って許してください。平成のギリギリまで、年号が変わるまで一生懸命アイドルとして頑張りたいなと思っているので、いつまでもアイドルだよね。ごめんね、本当にもう申し訳ないっていうか、申し訳ないって言ったら自分が決断したことなのであんまり言いたくないんですけど、本当に HKT が大好きなので次の HKT が見てみたいなと思います。応援よろしくお願いします。ずっとこのままでいたいって思ってたけど、でも、まあ、それでチャンスもいただいたので頑張ってみようって思ってで、このその矢先だったので、本当になんか当たり前のように あるって思ってたものってこういつかなくなるんだなっていうのを今日すごく身にしみたので、一瞬一瞬を大事にしないとなって思いました。本当に聞いてなかった。本当に誰も知らなかったと思います。でもな、よく考えてみればなんか思い当たる人がいっぱいあったのに、やっぱどこかで幸子ちゃんは大丈夫、まだ大丈夫って思ってたので、なんかそう思ってた
って幸子ちゃんも多分気づいてただろうから申し訳ないなって思います。自分のいない場所で聞くとやっぱり絶対これまでのいろいろなことがあるので寂しかったと思うし、直接聞けてなんか入れてよかったなって思います。なんかもう最初受け入れられなくて硬直してました。でもなんか幸子ちゃんの話を聞いてどんどんなんか実感してきて、なんかもうすごい寂しくて、でも幸子ちゃんがすごいみんなのことを考えてこう卒業を決めたと思うので、自分も幸子ちゃんの期待に応えられるように幸子ちゃんの分まで頑張ろうと思いました。幸子ちゃんがいなくてもこうなんていうんですか、団結力のある HKT がまずいる中で、こう朔ちゃんと2人で帰ってきてもっと大きいグループになったらいいなと思います。こう最初は自分は朔ちゃんのファンであって、HKT に入ってからはこうたくさん厳しいことも言われたり、でもそれでもその子のために全部言ってくれてたので師匠みたいな感じですかね。ファンでもあり、はしこちゃんはもう憧れの先輩でもあり師匠でもあり、もうなんかいっぱいありすぎて言葉に表せないですね。遥か広がる丘の上、瞳閉じれば分かるだろう、頬に触れる微かな風と誰かが近くにいることを、笑って歌って頬に残った奇跡、小さな気づいた分かってるけど、分かってたのに嘘じゃないかなって思うし、嘘であってほしいし、今できること精一杯やるしかないなっていう、どの状況でもそれはそうなんですけど、それこそ今こそ団結って、そうだね、なんかこのツアーのタイトルの意味がなんかね、もう最後の最後で分かったね。うん、ずっと憧れていたね HKT48 に応募しようと思ったきっかけにもらった人だととても嬉しかったです。なんかまだ飲み込めてないっていうか、うん、今の HKT があるのはサッシーが来てくれたからだと思う。頑張ります。真っ白になりました。意味が分からなくて、あと4ヶ月しかないけど、ちゃんとサッシーのすごいところをいっぱい見て学んで、ちゃんと引っ張っていけるような人にならなきゃなって改めて思いました。こう私たちみたいな後輩がどんどん HKT を支えていかないといけないと思うので、なんかそれが今日は強くなりました。もっとさらに本当に本当に信じてるから発表したからね、なこもさくらももっと強くなって帰ってきてくれると分かってるし、それまでに2人がこんなにね守ってくれてたんだって思うぐらい頑張ってほしいの。だから頑張って、私もギリギリまでもうちょっと頑張るからね。はい、じゃあ歌うよ。じゃあみんなも泣いてばっかいないで元気に声出してくれますか。ラスト、いくぞ。
ってください皆さん、ちゃんと。いきますよ、せーの。コンサート自体はすごく楽しかったんですけど、このコンサートの時にもしかして発表しちゃうんじゃないかなっていうのをずっと思ってて、嫌だなっていう気持ちがすごい強かったんですけど、もういつかはこういう時が来ると思うので頑張りたいなって思います。寂しいけど頑張るしかないので頑張ります。本当もずっとお世話になりっぱなしの先輩なんで、なんか卒業する、いなくなるっていうのが全く実感がなくて、なんか嫌です。まあ、さくちゃんとなこまいずわんに行っちゃいますし、しあやさんも卒業発表しちゃったので、なんだろう、そういう、なんだろうな、今まで支えてくれてたメンバーがいない期間も強く HKT らしく、そうやっていなくなっても大丈夫だねって、すごいねって言ってもらえるようなグループになりたいなと思います。頑張ります。胸張って頑張りますって言えなかったのも、なんかごめんなさいって卒業発表で言わせてしまってるのも、なんかそういうのもいろいろ悔しいっていう気持ちも、なんかいろいろ、もういろんな感情が溢れてきても涙が止まらなくて、なんかあっという間にコンサートが終わってて、夢じゃないのかなっていうのはすごい、未だにあんまり実感はないですし、やっぱ卒業コンサートになっても実感湧かないんだろうななんて思ってます。とりあえず前に進んで頑張りたいと思います。なんだろう、今まで本当にそのさくちゃんだったりりのちゃんだったりはるぴさんだったり先輩の背中を見ていろんなことを学んできて、でもどこかでやっぱその存在になんか頼っていった、頼りすぎてたかなって自分も思うので、これからはなんだろうな、やっぱさくちゃんとかなこちゃんが帰ってくるまで HKT をなんだろう守っていけれるような存在になれるようにまだまだ頑張りたいと思います。本日の公演は全て終了いたしました。お忘れ物のないようお気をつけてお帰りください。本日は HKT48 コンサート in 東京ドームシティホール、今こそ団結ガンガン行くぜ8年目にご来場いただきまして誠にありがとうございました。皆さん突然の発表で驚かせてしまってごめんなさい。ちょっと突然でテンパってしまって覚えてないかもしれないので改めて告知しますと、4月28日横浜スタジアム、そして卒業後に5月28日に福岡マリンメッセで、大感謝祭を行いますのでお楽しみに。皆さん、本当に拙い説明というか発表で本当にごめんなさい。これからの HKT48 にも期待していてください。それではありがとうございました。指原莉乃でした。やば、お通夜じゃん。なんか本当は何人かに言った方がいいのかなって思ってたんだけど、まあでも一人に言うと全員に言いたくなっちゃうから秘密にしてて、突然になっちゃって本当にごめんなさい。もう何年もタイミングを考えていて、いつなんだろう、いつなんだろうって。でもなんかやっぱりみんなまだダメなんじゃないかとか、なんか
自分の中でまだずっといたいからなんか理由をつけてずっといたような気がして、みんなはもうどんどん大きくなってるのに私はまだ1期生の子供、すごい子供だとずっと思ってて、でももうみんな十分頑張ってくれているし大丈夫って信じてるから頼んだよ、頑張ってね、私も頑張ります。解散いい、完璧になってたらもう仕方ないんだから、一生入れるわけじゃないからだんだん開き、私が開くなってきちゃって申し訳ないけど一生入れるわけじゃないから、ほんといつかはさあ、ごめんね、魅力的なメンバーインターネットいっぱいないったのでも私言ったじゃん、読めないけどもう言ってない、しつこいから毎日 LINE してくるからなんで読んだもん、アキーさんの子大好きだから死んでほしかった、でも一生このままでいるわけにもいかないから許して、もう嫌なことしか起きないそんなことないわ、楽しいこともいっぱいある、そうだよ、2人が入ってた時もう HKT がないとかいうのが一番地獄だよ、はい、なくさないで、はい、ね、解散、こんなに誰も喋んないと、ねえ、ほんとだよ軽くそうだよ、集合写真撮れる、じゃあ元気に撮ろう、元気に笑顔どっち向きですか、タクシーですね、ごめんね、でも大丈夫だから大丈夫と思ってるから言ったから、はいはい、行きまーすね、せーの、オッケー、もう一枚、せーの、はーい、笑顔でにっこりせーの、はい、ありがとうございます、頑張ろう、もうちょっと頑張ります、頑張ります、寂しいな、何もなしろ、絶食帰ろう、上行くぞ、はい、頼むよ大丈夫だよ、いるいだよいる、ピッピマン、みんなはもうあとはさ、もう本当あともうみんなが、もう特にみんなが頑張ってほしいと思ってる、あなたたち3人がお姉さんだからやっぱやだもう3人はわがまま言っちゃダメたい、はい、しっかり頑張るたいだよしっかり頑張るたい、すごいとこに来てよちょっと待って、
びっくりさせちゃったんですけど、まあでも平成のギリギリまで頑張るので楽しみにしてください。